はいどうも、パラプンテジ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。とことで今回は J1 プレビュー、J1 第25節ということでやっていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございましてですね、まあ今回見どころとしまして、やっぱり現、 代表性ゴールキーパー VS 未来の代表性ゴールキーパーのこの戦いもちろんねチーム同士まあ残留争いとか優勝争いとかそこにももちろんえ見ていくそこ注目すべき点も結構多いんですけどもやっぱ選手個人個人で見るとあの試合がちょっとねあそことあそこのゲームがちょっとえ注目のゲーム結構締まったいい試合になるんじゃないかと期待しておりますけどもねはいということでこのチャンネルはですねまあサブチャンネルなんですけども本チャンネル本チャンネルメインチャンネルかメインチャンネルの方では ラートが浦和が九州勢中心にやっております。だからこのね、サブチャンネルで主にまあ、えー、九州勢、裏和と九州勢以外お伝えしてみきますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、まずこちらから行、えー、きましょうかね、えー。神戸対鹿島ということで、神戸はちょっとね、前回試合がリーグ戦流れてしまったんで、ちょっと暫定順位、暫定の成績にはなるんですけども、現在勝ち点41で5位でございますね。本当に立派な数字で、1試合少ないのにこの順位、この勝ち点しっかり残しているのはさすがだなという感じがします。そして直近後 試合は3勝1分1敗そして前回対戦は、まあうん、しばらく2週間ぐらい前になるのかなえ前回対戦は柏レイスに1対2で敗れておりますねそして対する鹿島鹿島が気づけばここにいるっちゅう話でございました勝ち点41で3位でございますね直近5試合も4勝ずらけいっぱい前回対戦は徳島に3対0ということでも粉砕しております鹿島安西安西先生って本当に今普通に安西先生って言いそうになりましたけど安西選手ですねえ日本代表安西選手の復帰っていうのが非常に大きいの 噛で感じがしております。まあ、これ、本当は常本選手に対しても、えー、いい刺激を与えてくれているんじゃないかということで。まあ本当ね。常元選手、今年サイドバックとして、えー、活躍しておりましたのでここ安西からね。ほんと何を学ぶか、そして、えー、今後安西とのこの争いどうやったら勝てるのか？そこは非常に注目に、えー、なってくるのかなという感じがします。本当、春先のこの鹿島のこの2年連続の、えーね、調子の悪さは何だったのか、中ぐらいのえー、10人現在いるわけでございます。本当不思議な不思議と言いますかね。まあ、当たり前鹿島だからこそなのかなという感じがします。そしてまあ白熱 acl 争いって。えー 書いておりますけれども本当、ここね、まあ神戸さっきも言ったんですけども、えー、消化は少ないんですけれども、現在これで、ね、えっと、一応勝ち点上では、えー、ACL 圏内鹿島と勝ち点並んでるちゃな話でございまして、さあ、ここどっちが勝って、えー、ACL 争い抜け出すかちゃな話でございますね。はい。それて次、えー、横浜 F ・マリノスはベガルタ仙台でございますね。現在、えー、マリノスは勝ち点56で2位でございますね。直近5試合が4勝1分け0敗。そして、前回は大分に5対1、前田大勢のハットトリックで、えー、勝利をしておりますね。そして、えー、ベガルタ仙台は現在 勝ち点19で、でございますね、えー、でここね、0勝4枠いっぱいで書いてあるんですけども、ちょっと僕がこう、ね、間違っておりまして、さっき訂正したんですけど、ちょっと上からね、塗った感じになっているんですけど、これ、あとから修正引かないんですよ、ね、一回保存してしまうと。だから、まあ、こうなっておりますが、まあ、0勝4枠いっぱいということで、まあ、確実に勝ち点は、えー、得ているベガルタ仙台でございますね。そして、まあ、前回6ポイントマッチだった横浜シートのゲームは、ドロー、まあ、ね、両ゴールキーパーの活躍というのが、えー、あったと思います。あれは本当ねゴールキーパー、両ゴールキーパー見るだけでお金が払えるんじゃないか、本当素晴らしい、えー、ゴールキーパー、ね。ほん それがこのゴールキーパー対決ってね、えー、なかなかないんですけど、まあ、今節はある、今節もあるんですけど、まあ、このゴールキーパーがやっぱ活躍すると面白い、締まったゲームになるなっていうのを改めて、えー、感じさせてくれたゲームだったのかなって感じがしますね。そして、まあ 両者違う思惑、まあ、しかし、狙う勝ち点差、まあ、横浜 f. マリノスは、やっぱり、優勝のため、現在、まあ、川崎との差が縮まっております。ので本当、逆転優勝のための勝ち点差、そして、ベガルダセンダー優勝ではなくて、今度は、まあ、残留する。そういう意味での勝ち点差、まあ、本当、思惑が違うんですけど、ここ、おそらく、ね両チームと積極的に勝ち点差を、狙ってくる。攻撃的な戦いを、ちょっと見てみたいな、という感じが、えいしておりますけれども、ね、はい。そして、次、ガンバ対吉東京でございますね。現在、ガンバ勝ち点二十九で、十人でございますね。ね直近五試合が、あ三勝ずらけには、そして、全。 回清水に、まあ、これ1対0ですねこれも、えー、1対0の間違いでございますね。えー、2対0と書いております山見選手のゴール一1対0の勝利となっておりますね。そして、吉井東京キヨ東京現在勝ち点35で9でございます。直近5試合2勝1分け 2, 2敗。そして、前回、札幌二2対3で敗れておりますね。まあ、前回、吉シイトからしたらね悔しいゲーム内容だったんじゃないかなって思います。本当逆転負け。ねあのー、なんだろう、この夏場のちょっとシイ東京ねセレッソ大阪にもちょっとリードをしていながらも追いつかれて、そして札幌戦もね、 先生て挙げたんですけど、結果逆転負けみたいな、えー、感じになっておりますので、ちょっと SC 東京、ね、このリードした時の戦い方とかさ、さどういうふうに変えてくるか、締めてくるか、そこはやっぱり長谷川健太監督の、えー、その腕にちょっと、ね、注目して見てみたいなと思いますけれどもね、そしてまあ、えー、ホーム初ゴールなのか、やっぱりまあさっきも言ったんですけれどもね、スパルス戦で活躍した、まあ、決勝ゴールを挙げた特別指定選手の大学生、山見選手の左足ですね、ままあ、そのもともと右利きの選手であるんですけれども、その前からやっぱり何本か惜しいシュート放っててしっかり枠に。 飛ばすようなシュートもありましたので、そこの積極性が生んだあのエスパルス戦の、えー、ゴールだったのかと思います。こんなことで、この試合は、ね、ホームでのゲームということで、まあ、ホーム初ゴになってほしいな、積極的に行ってほしいな、なんかガンバ大阪の選手、将来ね、あ ガンバの選手だみたいなそういうイメージのね選手になるんじゃないかこれなかなか難しいところではあると思うんですけどもなんかそういう雰囲気のガンバ大阪の選手だなみたいな選手になりそうなタイプかなと僕は思ってちょっと注目しておりますけれどもねはいそして次広島対川崎で広島が現在勝ち点31で11でございますね広島も前回ちょっとね雨の影響でゲームが流れたのでえーまあ暫定順位に暫定の成績になるんですけど直近後試合は1勝3分1敗そして前回福岡まあ1対1のドローというゲームでした最後ね終盤追いつかれたゲームでございましたねそしてえ 川崎は現在勝ち点62でし、えー、出金5試合4勝1分け0敗ですが、この1分けっていうのが前回のカシワレイソル戦ということでまあ0タイ本当ね数的には有利だったフロントアレなんですけどキムスンギュ選手のスーパーセーブにまあ勝ち点3、まあ勝ち点2を持って帰った感じになるのが結果としてですねまあ、えー、ドローということになっておりますねはい、でフォワード不足の広島誰がセンターフォワードにということでちょっと最前線の選手に怪我人が相次いでいるまあ広島でございましたこの怪我人のねやりくりってばなかなか難しいと。 ところがあると思うんでですけれども、まあ、一部報道で東選手ですね、もともとシャドウとか攻撃的なポジションが得意な東選手が、まあ、センターフォワードで起用されるんじゃないかって話もあります。まあ、今シーズン主にね左サイドバックでの必要が多かった東選手でございますけれども、ここにきてセンターフォワード、まあ、センターフォワードできるかちょっと分かりませんけどもともとトップ下とかシャドウとか、えー、そういうまあサイドアタッカーとかそういう攻撃的なポジションが得意な選手でございますので意外とこういうところからセンターフォワードでバズッとはまってしまうような可能性もありますので、そこね 広島のセンターフォワードさ、誰が務めるか非常に注目でございますね。はい。そして次でございますね。次、セレッソ対横浜 FC ということで、現在セレッソ大阪勝ち点27、13位でございますね。そして、直近5試合が0勝4分け1敗ということで、まあ、これ以前からずっと引き分けが続いていて、勝ち切れていなかったセレッソ大阪なんですけども、前回福岡にまあ後半アディショナルタイムで決められてしまうということで、ちょっと苦い試合が続いておりますけども、さあ、どうなるかという話でございますね。そして、横浜 FC は勝ち点 位でございます現在最下位ではあるんですけども直近5試合を見てもらえば分かると2勝2分けぱい勝ち点15のうちだから8、ね、半分以上はこの5試合で積み上げて,るている話でございますねだから本当この横浜市下書いてますけど、えー、後半戦の台風の目となりつつある横浜市ということでやっぱゴールキーパーブローダーセン選手がずっとこれ僕なんか最近言ってますけどブローダーセン選手が前回の、えー、ベガルタ仙台とのゲームでも大活躍をイイ見せたということでこれねセレッソ大阪からしたらこの まあ最終ラインで横浜市のディフェンスライン突破したとしても最後はやっぱりね壁が立ちはだかるぞということをこうやっぱり注目点かなって感じがしております。横浜市夏に加入した新戦力の選手がどんどん新戦力の選手もあってるか、新戦力がですねまああの活躍し始めでということでまあセンターバック、ああゴールキーパーブローダーセン選手以外でも新外国人選手がおるか、どんどんフィットしてくればもっと得点も増えて勝ち点を伸ばしてくるんじゃないかと期待しておりますけどもね、はい、そして最後、湘南対清水でございますね。 なか,なか勝てておりません、ね、直近ゴーシェアもう5敗ということで、も、まあ、なかなかね前半戦は引き分けが多くて勝ちきれないなってゲームが多かった湘南なんですけどここに来てちょっと引き分けがないというのもちょっと勝ちて伸ばせていないのもちょっと辛い状況なのかって感じはしておりますけどもねやっぱ中村俊選手の遺跡はねなかなか難しいのかなってちょっとそこを色々あったと思うんですけれどもちょっと厳しいねちょっと放出痛かったのかっちがねがま芝そして前回は名古屋0対1で破れる。まあ結構名古屋相手に前線は したんですけれどもやっぱウミンテ選手が最後決めるというそういうゲームでございましたね。そして清水は現在勝ち点24で14位でございますね。直近越しは1勝2分けの2敗ということで、前回ガンバに0対1で敗れております。そして、まあここだからねサムネイル書いていたのが、現代表、現代表性ゴールキーパー対未来の代表性ゴールキーパー、要は権田対谷ということでございますね。谷はどうするんですかね。ガンバ大阪に戻るんですかね。東口がいますけれどもね。さそこも非常にね今後の谷選手の去就も今から注目にはなってくるんですけれども、やっぱこう オリンピックのためにえ出たい、まあ、オリンピックに出たいということでまあ移籍してきたこの湘南で大活躍、そこを認められてるの今回選出ということで、ね、ここね、ゴールキーパーってだから本当難しいと思うんです、本当にこれ、ん今ね、ガンバーに戻っても、それこそ代表クラスの東口がまだえ健在なわけでございまして、で現日本代表、正ゴールキーパー、権田選手がいるということでございまして、これがだからね、権田選手がまだまだね、お前にはポジションを渡さんと、代表、正ゴールキーパーとしてのこのプレーっていうのは ちょっと見せつけてほしいのと逆に思うわけでございますけど、このね、対決非常に面白いし,し、閉まったゲームにだからえーなるんじゃないかと思っておりますけどもね、はい。ということで、以上になりますね。レビューの方はですね、まあレビューの方は見た試合だけやっていくので、全試合ちょっとやれないと思うんですけど、見た試合だけえレビューの方やっていこうと思っております。レビューの方もよろしくお願いします。以上、パルプンでジェリックサーカーチャンネルのつんでしたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら。